とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器を使っていきましょう。ベニマルの覚醒武器。蒼月魔人剣。名前かっこいいね。名前むちゃくちゃかっこいいけども、攻撃力は低い。まあレベルが370だからね、仕方ないんだけども、でも攻撃力低くてもそこまでダメージは変わりません。そんな変わらない。でスキルが仕上げの一撃、通常の最後の一撃がクリティカルになるっていうスキルがついてます。まあとにかく宇宙戦行ってみましょう。それでは最初のボス、サメキホジロウから倒していきます。なんだろう、ワイルドボーイとかブルームーンと違って武器で装備してるっていうのが分かりづらいのよね。覚醒武器装備してるなーっていうのがすごく分かりづらいので、なんだろう、見た目装備としてもちょっと使っていけないなこれ。通常攻撃がね、他のやつは遠距離だったから弾の色がね変わって分かったのよ。あ、なんかちょっと違うの装備してるなこの人って。でもこのねベニマルはね分かんない。メリットが別にない。でこのスキルのね、通常攻撃の最後がクリティカルになるってやつ、そんなに使わないかな。通常攻撃の最後の一撃を入れることがほぼほぼないんで。あいつは、待って待って、おいおい、ダメじゃん今のは。全然ね使えないなこれ。ダメだわこれならやっぱね全然他の装備がいい。まあ捨て身なんか特にねいいよ。これはちょっとダメだ。やっぱりね、他のキャラクターの覚醒武器もそうだったけど、必殺技のエフェクトの色が変わらないとどうしても使う気にならないね。はい、じゃあまず倒しました、マゼラボルトいきます。はい、マゼラボルトいきましょう。剣豪ベニマルは、まあ、両方ともこの剣にしてももう一つの黄色い方の剣、どっちともね微妙だわ微妙。やっぱ覚醒武器でダウンロードコンテンツの第2弾でもうほんと目玉だったのよ、この覚醒武器っていうのは。まあ、アニメでもね出てきたしいい感じだったんで、もう少しね強くてもよかったんじゃないあまりにも弱すぎる。これじゃね、あの3人の猫たちが報われない。ダメだ。で今回のね、次のダウンロードコンテンツ第3弾で、やばい、実装される武器、怨念武器か、あれもねこんな感じだったらさすがにちょっとひどいな。もうちょっとなんか特化されたやつにしないとこりゃダメですわ全く。じゃあ攻撃力、多分捨て身の武器で来ると、まだ全然あと 1.5 倍は当てるだろうね。まあ捨て身が強すぎる、それはあるわ。覚醒武器もスキルがさ、威力はこれでいいのよ、これでいいけど、スキルをなんかプラスアルファね、もうちょっと惜しかった。ちょっとスキルが微妙すぎるな。特殊なスキルっていうのがあればよかったかな。再使用時間が 50% 軽減されるとか、あ、それいいね。再使用時間 50% 軽減、それ鬼のように強いな。威力は減るけど何回も使っていけるっていうので、もう選択肢が広がって、それすごくいいと思うな。まあ、そういう感じで
怨念武器はちょっとひねった感じを出してほしい。まあおそらくもう来るよ、ダウンロードコンテンツ来週ぐらいに来ると思う。2月の半ばかな。なのでちょっと楽しみだな。で入手するのもそこそこのね難易度は上げてほしい。あーやばいやばい、死にそう死にそう。難易度は上げてほしいね。まあもともとねこの妖怪ウォッチ4とか3とかそっちの時のなんかすっげえ強いやつって難易度めちゃくちゃ高かったじゃない、入手するのが。まあ4プラプラが最高だったかな。あとバスターズとかはね結構そうだけど、あれぐらい、うん、一つの最強の武器を作るのに 4,5 時間はかかるよっていうのをちょっとやってほしいな。ちょ本気で取りに行く、本気で取りに行く。はい、よっしゃ、もう倒すね。はい、フィニッシュ行きましょう。はい、まあまあまあ、とりあえずダウンロードコンテンツ第2弾で出た覚醒武器微妙、うん、改めて使ってみたけど微妙です、これは変わらない。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。